どうも皆さんこんにちは。こんにちは。高田理恵です。今日は、厄払いにやってきました。12月だというのにちょっと遅めの厄払いですけれども、でも厄払いの前にちょっとお腹空きすぎたんで腹腹でご飯食べようと思います。すごい、イエーイ。懐かしの竹下通り。ね。うん。あ、本当だ。ちょっと行ってみよう。あった。私たちの目指してるボサノバ。着いた。着きました。バサノバか。ボサノバだと思ってた。何？そうそう。これ実は私。このハマちゃんがに出てて、あ、そうなんだ。エリーさんが紹介して来たいって思って来ました。まさにここら辺にいますね、私が。写真も綺麗、めっちゃ綺麗。同じやつ。美味しそうすぎる。ラーメン食べてきました。てか、あ、結婚式までラーメン食べんって決めとった。食べちゃった、まあ、これちょっとグリーンカレーだからラーメンじゃないけど、あれグリーンカレーそばだからちょっとありということです。グリーンカレーに麺が入ってたっていう。いただきます。いただきます。わー、確かになんかラーメンのこと中華そばっていうやん、うん、一部では、うん、あれ何あれ何なんだろう。あれはさ、ごま、ま、なんかたまに騙されちゃう。足なそばとか、あ、うん、なんか何をもってそばで何をもってなのかすごい醤油。でもさ、あのさ、思うんだけどさ、豚骨とかさ、すごいオイリー系、うん、家系とか、あれはラーメンじゃん。あれはラーメン。でもなんか中華そばはさ、中華そばだよね。うん、ヘルシーだと思ってんの。絶対ヘルシーではないけど。麺うまい。どうしよう。なんでご飯を食べてる時ってこんな幸せなんだ。ご飯が一番だよ、うん、ご飯を美味しく食べれる体があるっていうことだもん。うんうん、それが一番だね。うん、そのために厄除けに行きますから。うん、ここ、はい。私は翻訳。私は翻訳。私は翻訳。めっちゃ盲点だった。なんかうち、うん、役年って確かに前後3年さ、いるのにさ、うん、やっぱ基本同い年のこと考えるからさ、同い年の友達って意外といないってなったの。役よく行こう、誰かと行きたいと思った時に。うん、あとなんか結構いろんな人誘ったけど、うん、興味ない人も多いからさ。そうだね。盲点だった。1個下の子も役年だってことを知らなかった。1個上も。だから私は、うん、向こう上の人も一緒に生きるわけよね。今からお払い行くくせにさ、うん、何も分かってないのもあれなんだけどさ、うん、大体役年って何なの？誰が決めたの？うん、しかも男の人と女の人で違うんでしょ？うん、なんか分かるよ。そういうのって全部誰が決めたんだろう、ね、あの一流万倍日も誰が決めたんだろうって、うん、あ、まあ、多分昔からのあれなんだろうけど分かんないよね、あれね、うん、だってさ結構最近じゃない？一粒万倍日流行ったの。うん。うちら若い時なかったよね。なかった。まあ、今聞いたことあるし、なんとなく感じは想像するけど、うん、それが何だったっけって今は思い出せてない。あ、一粒万倍日。うん、あれだよ、なんか財布とか下ろしたらいい。ああ、そうだそうだそうだ。だから下ろしてますね。ストーリーで見る。うん、もう帰ってください、同じテンションで。私はこの。今まで食べたラーメンの中で一番好きなメンバーだったかもしれないって言いました。よくマジで。でも本当に美味しい。めちゃくちゃ美味しかった。もっと入っててほしい、うん、メンマ追加したいくらい美味しいね、うん、次食べるとき絶対メンマ追加するし、うん、多分人にもそれを言うおでん食べてるみたいに染みてたメンマじゃなかったうん、うん、めちゃくちゃ染みてたよね、メンマ、うん、広がったもんという話でしたはい、到着しました明治神宮様。それにしても
も美味しかったですね。美味しかったね。ね。りえちゃんはお米も食べて。最後締めのお米までいただいて。あれお米合うよ。グリーンカレーとお出汁のバランスが最高でした。停電。ああいいね、都会のオアシス。本当都会のオアシス。あの原宿駅のさ、うん、横にこれがあるって本当に不思議。しかもさ、私初めて入った時本当にこの中の広さに感動したんだよね、うん、私もね、まだなんと人生2回目で、うん、え、そうなの、はい、結構さっき知った感じで語ってたけど2回目なんだ。そういうとこあるのね。あ、そっかそっか。厄を払いに行きます。レッツゴー。入りました、はい、あ、鳥居も映って、ほら本当だ、いい感じで、うん、いいですね、気持ちいいね、うん、あの夏だったら涼しいだろうな、そうそうそう、ちょっと寒い寒いさっきからお互いの厄年エピソードを話してるよね、うん、そう、さっきのバサノバも、うん、なんかマジで近かったんだよね。そう、私たち行き方わかんなくてわざわざ多分3倍ぐらいかけて歩いてるから、そう、それも厄年のせい、帰りめっちゃ近かった。2個目の鳥居にお邪魔いたします。なんか子供にとったら全てがさ、うん、そうそう、新鮮なんだなって思うとすごいいいよね。なんかやっぱ新鮮な気持ちをさ、うん、最近忘れたくないなってすごい思うから、海外とかまた海外したいってすごい思う。行ってたじゃん。そうだ、うん、ニューヨーク一緒に行こう説あったもんね、あの時ね、うん、本当に行きたかった。でももうね、うん、行く行こう。今度そういう機会があったら休みを取って、うん、ちゃんと今しかできないことを、うん、大事だもん。やっぱね、住んどけばよかったなって思ったりするな、うん、いや、まあ別に今から住んでもいいんだけどね、私の場合はね、結婚してるわけです。いや、私だって結婚旦那と行く可能性あるよ。確かに。え、それ最高。うん、私ヒデさんとだったらどこでも住めるから。それは最高。来ました来ました。そしてすごいな。おお、まだ遠い。ヒデ、これはさ、あのさ、厄年のせい、それともそういうもん、これ。お、厄年結んでもらっていい。結ばんといて。うん、ありがとう。やっぱ厄年だからコートの紐も取れるんよね。怖いね、うん、この絵もいい。冷たいよね。はい、どうぞ。でも綺麗になりました。なりました。ほら、ハートになってるの。あ、ほんとだ。なんで、かわいい、ね、かわいいです。行ってきます。逆こっち。うわ、眩しい。あ、こっちもこっちで。行ってきます。はい、無事に終わりました。あ、そうだそうだ。すごいよね。ね、すごい立派な。しっかりほら、お札とかいろいろもらって、ね、日常の中に急に神聖な時間がポッて現れた感じで、うん、すごい良かったです。なんかこれがなんか当日予約と予約なしで来れるので、当日受付でね、パッとできるのがめちゃくちゃいいよ ね。しかも明治神宮は30分に1回やってるので、うん、あの本当にスッとできる。なんでとても、うん、気分がいいです。お払いが、役がなくなりました。なくなりました。ありがとうございます。これで今年の1年健康に楽しく生きていけると思いますので、今年もどうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあまたねー。